店は、基本的にあの日常的に食べるようなパンを主に扱ってます。で人気なパンは、まず一番人気なのがたこ焼きパン。これになりますか？こちらです。たこ焼きパンです。かなり人気が一番ありますよね。売れてます、はい。まあ、何年ぐらいされてるんですか、たこ焼きパン？たこ焼きパン自体はもう20年ぐらい。あ、そっか。はい、一番前から、はい、売れてます。はい、どういう方に売れてますか？まあ、そうですね、まあ、結構幅広い年齢層で、あの、はい、子供さんから、はい、まあ、年配の高齢の方まで、はい、結構買っていただいて、学生さんからあの人気があるって、はい、噂を聞くから。そうですね、学生さんも結構買ってくれてて、はい、今売れてますね。あ、はい、2番目ってどれになりますか？2番目が今大体、はい、あと、まあ、塩メロンパン。おー、塩メロンパン、はい、塩パンとメロンパンを掛け合わせたようなパンなんですけど、はい、へー、初めて見ました。でその塩メロンパン用に、はい、北浦の月の塩、おー、北浦のあれですよね、はいはいはい、を、練り込んで、最初甘いんですけど、はい、後からこうしょっぱいというか甘じょっぱいみたいな感じの、ものになります。これはあのここでしか売ってないようなあれですか？そうですね、県内でやってるとこっての聞いたことないですね。うん、塩パンは聞くけど、はい、塩パンは売れてますけど。ですよね、塩メロンパンは初めて見ますね。最近ですか？もうここ2年ぐらい。え、あ、そんなに、はい、2年ぐらいやってます。はい、で、はい、3番目が大体ここ、はい、コロネ系ですね。ここ今季節商品で、あの、はい、季節限定で、うん、あの滑らかいちごの生コロネっていう。これ甘いあれ、はい、いちご、仲間はいちごのクリームが入ってて、はい、女性に人気、女性にも、うん、今男性の方も結構買っていかれる方が、おー、そうなんですね、はい、あります。いっぱい商品ありますよね。そうですね、相手の数字って大体100ぐらい、はい、100? そんなにあるんですか？全部で予定で100ぐらいあります。お店は何時から何時くらいまで開いてたりするんですか？お店は大体7時オープンで、はい、で一応あの閉店時間は8時とか7時とかさせてもらってるんですが、うん、はい、大体9時ぐらいまで開けてることが多いです。おー、遅くまで、はい、やられてるんですね、はい、そんなにお客さんが夜遅くまで来られたりしますか？まあ、あとはもう自分たち仕込みしてて仕込みの時間が終わらない、はい、からもうその時間開けてよかってことで、うん、一応開けてます。そうなんですね、はい、あとお店で何か PR とかしておくこととかはないですか？そうですね、季節ごとにいろいろまた商品を出していって、はい、まだちょっと始めてないんですけど、はい、春企画とか、はい、夏企画とか秋企画とか、はい、そういうのをやってまして、で、あと、まあ、パンではないんですが、例えばクリスマスケーキだったりとか、そういうのも、はい、やってますんで。あ、そうなんですね、はい、わかりました、はい、今日は本当にありがとうございました。すみません。